どの曲にすれば心安らぐ。質素な調べでなくとも良いと学んだが、母上は床に伏せる前、よく一人で鹿を見ていた。かまってもらおうと寄りかかると、父上からお叱りを受けた。母上は、俺の頬に触れてこう言った。安らぎは忍び寄ってくるものではない。その真意は何であったのか。